こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマソドンヨソンファの一生愛と運命に翻弄されたヒロインの物語についてお話します。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。1.はじめに、11ドラマソドンヨとは、ソドンヨは2005年から2006年にかけて放送された韓国の歴史ドラマで、全55話からなる壮大な物語です。このドラマは、クダラの最後の王であるブ王の生涯と彼と関わりの深い人物たちの運命を書いています。ソドンヨは、その壮大なスケールと繊細な人間ドラマで多くの視聴者の心をつかみました。主人公であるソドンは幼少期にクダラから逃れ身分を隠して育ちます。成長する過程で彼は自らの正体に気づき王座を目指すことになります。その彼の隣には常に彼を支える人々がいました。その中でもひときわ重要な存在がソンファ姫です。12ソンファのキャラクター紹介。ソンファは新羅の王女であり、その美しさと知性、そして強い意志で多くの人々を魅了します。彼女はソドンと出会い深い愛情を抱くようになりますが、彼女の人生は決して平坦なものではありませんでした。宮廷内での陰謀や権力争い、そして愛と責任の狭間で揺れる彼女の姿は多くの視聴者の共感を呼びました。ソンファはただの美しい姫ではなく、困難な状況でも強く生き抜く姿が書かれています。彼女のキャラクターは愛する人々を守るために時には犠牲を払うことも辞さない、その深い愛情と責任感が特徴です。彼女の一生を通じて愛と運命に翻弄されながらも自らの道を切り開いていく姿はドラマソドンヨにおいて欠かせない重要な要素となっています。次はソンファの幼少期から始まり、彼女がどのように成長しどのような試練に立ち向かっていったのか、その一生を順を追って詳しく見ていきましょう。2.幼少期と家族背景。21ソンファの生い立ち。ソンファは新羅の王女として生まれ、王族の一員として豊かで恵まれた環境で育ちました。彼女の父は新羅の王、母は王妃であり、ソンファはその美しさと聡明さから幼い頃から宮廷内外で注目されていました。新羅王家の伝統や文化に深く根ざした教育を受け、その教養と品格は他の姫たちから一目置かれる存在でした。22家族との関係と幼少期のエピソード。ソンファは家族との絆が強く、特に母親との関係は非常に深いものでした。母親からは王女としての責任感と慈愛の心を教え込まれ、父親からは国を思う気持ちと政治的な洞察力を学びました。彼女の幼少期は家族との愛情に満ちた日々と将来の新羅を支える存在としての教育に費やされました。宮廷内では王族としての務めだけでなく人としての成長も重視されており、ソンファはその両方を兼ね備えた存在として育てられました。幼少期の彼女は宮廷内外で様々な経験を積み、後の彼女の強さと優しさの基盤となっていきます。ある日、ソンファがまだ幼い頃、彼女は宮廷の庭で迷子になった子供を助けたことがありました。その子供は農民の子供で宮廷に迷い込んでしまったのです。ソンファはその子供を見つけ、優しく声をかけて安心させ、自らの手で宮廷の外まで送り届けました。このエピソードはソンファの優しさと責任感、そして困っている人を放っておけない性格を象徴するものとして語り継がれています。
こうした幼少期の経験が彼女の人間性を形成し、後の彼女の行動や決断に大きな影響を与えていくのです。ソンファの幼少期はただの王女としてではなく、人としての成長と心の豊かさを育む大切な時期でした。次はソンファの初恋とそれが彼女の成長にどのような影響を与えたのかを見ていきましょう。彼女の心の変遷と成長を通じて、ソンファという人物像をさらに深く掘り下げていきます。3、初恋と成長。31、ソンファの初恋の物語。ソンファの初恋は彼女の人生に大きな影響を与えました。その相手はクダラから新羅に渡ってきたソドンでした。ソドンは身分を隠して新羅で生活しており、彼の正体は当初ソンファにも明かされていませんでした。二人の出会いは偶然でした。ソンファが宮廷を出て庶民の生活を見学している最中にソドンと出会います。ソドンは賢く優しさと勇気を持った青年で、すぐにソンファの心をつかみました。ソンファは初めて出会ったソドンに心を惹かれ、彼に対して特別な感情を抱くようになります。ソンファにとってソドンとの出会いは、宮廷という限られた世界を超えた新しい視点と感情をもたらすものでした。32、恋愛を通じての成長。ソンファの初恋は単なる一時的な感情ではなく、彼女の成長に大きな影響を与えました。ソドンとの関わりを通じて、ソンファは愛とは何か、自分の気持ちをどのように表現するかを学んでいきました。彼女は初めて自分の心に正直になり、自分の感情を素直に受け入れることを覚えました。またソンファはソドンとの関係を通じて、自分の殻を破り、より広い視野で物事を考えるようになります。彼女は宮廷の外の世界に目を向け、そこに生きる人々の生活や苦しみを理解しようと努めました。この経験は後の彼女の判断や行動に大きな影響を与え、彼女をより成熟した人物へと成長させました。しかしソドンとの恋愛は簡単なものではありませんでした。二人は異なる国の出身であり、その愛には数々の障害が立ちはだかりました。ソンファはその試練を通じて、愛とは何かを深く考え、自分の信念を貫く強さを身につけました。特に印象的だったのは、ソンファがソドンの正体を知った時のことです。彼がクダラの王子であり、敵国の人物であると知ったとき、彼女は深い衝撃を受けました。それでも彼女は彼を愛し続け、自分の感情に正直であり続けました。この選択は彼女の強さと愛の深さを示しています。ソンファの初恋は彼女を大きく成長させるものであり、その後の彼女の人生と行動に深く影響を与えました。彼女は愛の力を信じ、自分の信念を貫くことの大切さを学びました。この経験が彼女をより強く、より人間味あふれる人物へと導いたのです。次は、ソンファが宮廷でどのように生活し、どのような試練に立ち向かっていったのかを詳しく見ていきましょう。宮廷での彼女の生活と葛藤は彼女の成長において重要な役割を果たしました。4、宮廷での生活と試練。41、宮廷での生活の始まり。ソンファが宮廷での生活を始めたのは彼女の若い頃でした。新羅の王女として彼女は宮廷の中心で成長し、多くの責任を負う立場にありました。宮廷での生活は華やかさと同時に厳しさも伴うものでした。日々の礼儀作法や政治的な勉強、王族としての務めをこなすことは若いソンファにとって大きなプレッシャーでした。宮廷は常に権力争いが絶えない場所であり、ソンファもその渦中に身を置くことになります。
彼女は王女としての立場を守りつつ、自分の信念と愛を貫くために数多くの試練に立ち向かいました。42宮廷内での葛藤と対立、宮廷内でのソンファの生活は一筋縄ではいきませんでした。彼女は王女としての責任を果たすために多くの葛藤と対立に直面します。その一つが宮廷内での権力闘争でした。ソンファは宮廷内での陰謀や策略に巻き込まれることが多く、自分自身を守るために常に警戒しなければなりませんでした。特に彼女の兄弟や他の王族との関係は複雑でした。彼らの中には王位継承をめぐって争う者もおり、ソンファはその中で自分の立場を確立しなければなりませんでした。彼女は家族の中でも自らの意思を貫く強さを持ち、時には対立を避けることができない状況にも直面しました。また、ソンファは王女としての義務を果たすために、宮廷内での政治的な駆け引きにも関与せざるを得ませんでした。彼女は新羅の未来を見据え、自らの判断で行動することが求められました。この過程で彼女は多くの困難に立ち向かい、自己成長を遂げていきます。43愛と政治の狭間で、ソンファの最大の試練の一つは愛と政治の狭間で揺れることでした。彼女はソドンとの愛を育みつつも彼の正体がクダラの王子であることを知り、深い葛藤に悩まされます。新羅とクダラは敵対関係にあり、ソドンとの関係を続けることは政治的にも大きな問題を引き起こす可能性がありました。しかし、ソンファは愛のために戦うことを選びます。彼女はソドンへの愛を貫くために、多くのリスクを冒し、宮廷内外での圧力に立ち向かいました。彼女のこの決断は彼女自身の強さと意志の強さを示しています。44宮廷での試練を通じての成長。ソンファは宮廷での数多くの試練を通じて大きく成長しました。彼女は愛と責任感の狭間で揺れながらも、自らの信念を貫き、強く生き抜く姿を見せました。宮廷での経験は彼女にとって重要な人生の教訓を与え、彼女をより成熟した人物へと変えていきました。次は、ソンファがソドンとの運命的な出会いをどのように経験し、彼女の愛に待ち受ける試練について詳しく見ていきましょう。彼女の人生における最も重要な瞬間の一つであり、その愛がどのように彼女を変えていったのかを探ります。5、運命の出会いと愛の試練。51、ソドンとソンファの運命的な出会い。ソンファとソドンの出会いは偶然の積み重ねによるものでした。ソドンはクダラの王子でありながら、その正体を隠して新羅で生活していました。一方、ソンファは新羅の王女として宮廷での生活を送りながら、自分の運命に向き合っていました。二人の出会いは、ソンファが宮廷の外に出て庶民の生活を見学していた時のことでした。ある日、市場を訪れたソンファは、そこでソドンと出会います。彼は当時、庶民の中に紛れ込んで生活しており、優しさと賢さを兼ね備えた青年としてソンファの目に映りました。初めての出会いから、ソドンとソンファは互いに強く惹かれ合います。ソンファはソドンの素朴な魅力と強い意志に心を奪われ、ソドンもまたソンファの美しさと知性に魅了されました。二人は頻繁に会うようになり、次第に深い絆で結ばれていきました。52人の愛に待ち受ける試練。ソンファとソドンの愛は運命的でありながらも多くの試練に直面します。最大の試練は、ソドンの正体が明かされた時でした。ソドンが実はクダラの王子であり、敵国の人物であることを知ったソンファは深い衝撃を受けます。新羅とクダラは敵対関係にあり、
この愛がもたらす政治的影響は計り知れないものでした。孫ファは自分の愛と国への忠誠心の間で揺れ動きます。彼女はソドンへの愛を捨てるべきか、それとも自分の心に従うべきかという難しい選択を迫られました。彼女の決断は彼女自身の人生だけでなく、シラギとクダラの関係にも大きな影響を与えるものでした。さらに、宮廷内外からの圧力も二人の愛を試します。シラギの王族や貴族たちは、ソンファが敵国の王子と関係を持つことに強く反対し、彼女に別れを強要します。ソドンもまた、クダラに戻り王位を継ぐための責任を果たすべきか、ソンファとの愛を選ぶべきかという葛藤に直面します。53愛と信念の力。これらの試練にもかかわらず、ソンファはソドンへの愛を貫くことを決意します。彼女は、真実の愛が国境や政治を超えるものであることを信じ、ソドンと共に歩むことを選びます。彼女のこの選択は彼女自身の強さと信念の表れであり、視聴者に深い感動を与えました。ソンファの愛は、単なるロマンチックな感情ではなく彼女の人生の指針となるものでした。彼女は愛する人と共に生きることの大切さを知り、そのためにどんな困難にも立ち向かう覚悟を持ちました。この愛の力は彼女が宮廷内外で直面するすべての試練を乗り越える源となりました。ソドンもまた、ソンファの愛に支えられ、クダラの王としての責任を果たす決意を固めます。彼はソンファとの愛を守るために、シラギとクダラの間に平和をもたらすことを目指し、様々な困難に立ち向かいました。次は、ソンファが愛と責任の狭間でどのように葛藤し、彼女の選んだ道がどのようなものであったかを詳しく見ていきます。ソンファの愛の力とその影響を深掘りし、彼女の成長と変化を探ります。6. 愛と責任の狭間で。61. ソンファの愛と責任感。ソンファは愛と責任感の間で揺れ動きました。彼女はソドンへの深い愛情とシラギの王族としての責任感の間で葛藤しました。一方でソンファは自らの信念を貫くことを決意し、愛と責任感を両立させる方法を模索しました。ソンファはシラギの王女として、国と民族に対する責任を強く感じていました。彼女は自らの愛情を捨てることなく、国を愛し、王族としての責務を果たすことを決意しました。彼女は愛する人と国を両立させる道を探し、そのために奮闘しました。62. 自らの道を切り開く。ソンファは自らの道を切り開きました。彼女は愛する人と共に歩むことを選択し、愛と責任感の両立を目指しました。彼女は宮廷内外の試練に立ち向かい、自らの信念を貫き、自己成長を遂げました。彼女は愛と責任感をバランスよく持つことができる強さを示しました。彼女の決断は、視聴者に勇気と希望を与え、愛と信念の力を示すものでした。彼女の姿勢は、多くの人々に感動を与え、彼女を応援することになりました。63. 彼女の選んだ道。最終的に、ソンファは愛と責任感の両立を果たすことに成功しました。彼女は自らの道を歩み、愛する人と共に新しい未来を築きました。彼女の決断は彼女自身の幸福だけでなく、シラギとクダラの関係にも大きな影響を与えました。彼女の選んだ道は、愛と責任感の間で葛藤する人々にとっての手本となりました。彼女の姿勢は、多くの視聴者に勇気と希望を与え、彼女を応援することになりました。彼女の愛と信念は、時を超えて多くの人々の心に響き続けるでしょう。
ソンファに関する婚姻同盟はドラマソドンヨの中で重要な役割を果たします。このドラマではクダラの王子であるブオとシラギの姫であるソンファとの間に結ばれる運命の恋が書かれています。歴史的な背景を持つこの物語は敵対する2つの国家間の和平を象徴する婚姻同盟を通じて愛と政治が複雑に絡み合う様子を書いています。ドラマの中でチャンゴのブオーは長年緊張関係にあったシラギと婚姻同盟を結び正式にシラギのソンファ公主を妻として迎え入れます。この同盟は両国の関係を改善し長い間続いた対立を終わらせるための手段として書かれています。1しかしこの婚姻同盟は多くの困難と試練を伴いソンファとチャンの愛の物語は幸せな結末を迎えることはありません。シラギ王がチャンを裏切りクダラに戦争を仕掛けてきたためクダラの貴族たちはソンファの範囲と処刑を求めます。ソンファは夫と父の戦いに心を痛め病を患い最後は最愛の夫チャンと共に過ごすことを選びます。このようにソンファに関する婚姻同盟は愛と政治の複雑な関係を象徴する重要な要素でありドラマの中で感動的な物語を紡ぎ出しています。ナナちゃんとソンファの息子である疑似王はその後どうなったのか。ドラマイモンヨの最終回ではチャンとソンファの息子である疑似王が登場します。歴史的には疑似王はクダラの最後の王であり在位中にシラギとの戦争に勝利しクダラの領土を拡大しました。しかし最終的には唐とシラギの連合軍によってクダラは滅亡し疑似王は唐に連行されて亡くなりました。ドラマでは書かれなかったその後の詳細については疑似王がクダラの王としてどのように統治したかまた彼の性格や政治的な側面については史実とドラマの創作による部分が混在しているため一概には言えませんが彼が享楽にふける王ではなく慈愛に満ちた気性だったという新たな研究成果もあります。八疑似王の本当の母親はソンファではなかったのかも。また疑似王の母親についてはソンファ王妃とする説とサタク王侯とする説があります。歴史的な記録によるとソンファ王妃はクダラのブオーの妻であり疑似王の母とされていますが最近の研究では疑似王の母がサタク王侯である可能性が指摘されています。三国遺事にはソンファ王妃がブオーの妻として記載されていますがクダラの弥勒寺跡の祭祷で発見された舎利法案記には薩王赤徳の娘がクダラ王后として記録されておりこれがサタク王侯とされています。この記録によりソンファ王妃が実在の人物かどうかまた疑似王の母親としての役割についても疑問が投げかけられています。現在までに決定的な証拠は発見されておらず疑似王の母親がソンファ王妃であるかサタク王侯であるかについては未だ議論が続いている状況です。歴史的な真実を解明するためにはさらなる研究と発掘が必要とされています。興味深い歴史の謎です。ソンファの物語は永遠に語り継がれ多くの人々に希望と勇気を与えるでしょう。彼女の生涯と最後の決断は愛と信念の力を称えるものでありその影響は未来にも続くでしょう。彼女の物語は愛と正義の理想を追求し世界をより良い場所にするための道しるべとなるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。